何何どうしたの？え、また離乳食の動画撮れとらんの？パパさんがまた録画ボタンと停止ボタン反対側に押しちゃって天井の動画ばっかになっちゃったの？ありゃー、これも失敗は誰にだってあるよ。誰もパパさんを責めちゃいかん。おじゃ張り切ってどうぞ。というわけで今日も張り切ってイズちゃんの赤ちゃんたちを見ていきましょう。パパさんに関してはもう不問にします。離乳食、パパさんは離乳食の動画を撮るのがどうも下手くそみたい、ほいだもんで今回こんなことになっちゃった。ほいでこれバル君、バル君もう脱走癖がある。この子は昨日からずっと脱走してこういうことになっとる。ほいだもんね、もう週末には広いところに引っ越すことが決定しました。育児ルームちょっと大きくするよ。まあそれにしても今日は離乳食の動画を載せる予定だったのに予定を大幅に変更せないかんくなっちゃった。これこういうこともあるけどパパさんは悪くない。これビアンカ人絶対の言いたいことこれが停止ボタン押したつもりの動画これもう離乳食みんな食べ終わってもう一息ついてるところなんかしらこれだけが撮れとった。あとは全部天井の動画になっておりました。はい、でこれ今日のメインイベントは離乳食じゃなくてイズちゃんのこれほぼ3ぶりこれだと、イズちゃんがどんだけ子犬ちゃんをあやすのが得意なのか今日は見てちょうだい。これイズちゃん3対1でもう一人ずつゆちゃんとあやしてくれてます。手加減もちゃんとして子犬ちゃんたちも楽しそう。カブちゃん、イズちゃんにはちょっと強気強気で攻め込んでおります。あれモニカちゃんも、ま、イズパンチが出ました。イズパンチバル君も遊んでまったらお母さんに。あれカブちゃんとモニカちゃんは好きあらばおっぱいを飲もうとしとるけれどもイズちゃんはおっぱいを飲むんじゃなくて遊ぶんだったらいいよってこういう感じなんで上手に遊んでくれとる。なんか微笑ましい絵だね。イズちゃんは子犬ちゃん遊ぶの上手だがね、あんた。イズパンチがカブちゃんに炸裂しております。カブちゃんもこっち来るなみたいになっとるよ。カブちゃん。イズちゃん。もうちょっと近寄ったとこで遊ばしてあげたら。バル君捕まっちゃった。あい、カブちゃん行け。イズちゃんなんかに負けとってかんよ。そうだ。そうそうそう。そうやって、イズパンチがどいでも、どうしても炸裂して、カブちゃん、主導権を握れません。おい、でもイズちゃん本当に、あんた上手だわね。子犬ちゃんたちと上手に遊べる、優秀なお母さんだわ、これ。まあでもこれイズパンチはイズパンチはよくありません。イズパンチはちょっとこのリーチの長さを利用しとる感がビアンカ人はちょっと気に食わない。でもイズちゃん上手。イズちゃん、あんたかわいい子犬ちゃんたち上手に遊んであげとるね。カブちゃんもイズちゃんがもう大好きだもんで、ね。イズちゃん、ママとカブと遊んでよと、イズパンチ早くお見舞いしてとカブちゃん言ったるよ。まあ微笑ましい絵だこと、みんなイズちゃんが大好き。こんなことでは逆に離乳食の動画が撮れてなくてよかったっていう声が聞こえてくる。パル君もそれには大賛成みたい。
伊豆ちゃんがいい子でした。今日はここまで。